食べれば最初醤油。うまっ。うん。はい、皆さんどうもどうも、こんばんは、こんにちは、おはようございます。那須兄さんです。はい、今回那須兄さんはですね、はい、お店に来る新太くんがね呼んでますよと、マスター来てくださいっていうことでね、はい、来ましたよ千人。ちょうどねつけ麺大好きな私なんでね、つけ麺が千のせばつけ麺って食べてないなと思ってね、はい、千のつけ麺食べようかなと思ってね、はい、今回来ました。なかなかね週3くらいでやってるのかな、週3くらいで営業してるんですけどね、なかなか来る機会がなかったんでね、はい、久々のご褒めということでね、楽しみです。そしてつけ麺まだ食べたことないんで、つけ麺食べてこようと思いますんで、皆さん最後までご視聴よろしくお願いします。それでは行ってきます。今回那須兄さんがご訪問してきましたのは花巻市にあるこちら人気店ですね。はい、支那そば千。はい、支那そば千さんになりますね。はい、こちら店内はカウンター5席にね、座敷テーブル席が4席となってます。メニューの方はインスタグラムの方にもね載せてますんでね、インスタグラムの方のフォローもよろしくお願いいたします。このティッシュいいですよね。はい、そんな感じで、こちらが支那そば千が誇る支那そば。そしてこのチャーシュー丼はめちゃめちゃうまいです。あ、ちょうどいい量ですね。はい、ちょうどありがとうございます。ちょうどいいですね。そうですね。はい、ありがとうございます。つけ麺そういえばやってないのもって、つけ麺を。今回はですね、つけ麺。はい、こちらのね、つけ麺をね、食べにね、私来ました。っていうかね、お店にね、来るね、新太くんがね、千のマスターがね、また、ラーメンが美味しくなったんで、一段と美味しくなったんで、ぜひとも那須兄さん来てくださいというね、お声がかかったんでね、はい、今回、つけ麺をね、食べに私、来ました。いただきます。こっち塩だっけな。うん。うまっ。すんげえ。やべえよ。うん。今ね。すごくね、魚のなんていうの。ほんとなんつうの、煮干しのえぐみがないっていうの分かるよね、うん、すごく魚が甘く感じる。うん、うん、うまい。すんげえね。チャーシューいいっすね。そんな感じでね食べてきましたけどね、すごく美味しかったですね。魚のなんつうの、角がないっていうんですかね、めちゃめちゃ丸く感じるっていうか、もうほんと優しさがねすごく出てるスープだなと思いましたね。魚介のうまみがねすごく出てて、そんなねしょっぱくもないしね、すごく美味しいスープだと思います。もう一皿ペロリですよ。タフ2分ぐらい食いよってね、3分ぐらい食いよったんじゃないか。ところがもう一杯もう一杯っていうことで、2杯目は醤油、はい、塩と醤油食べ比べしたいと思います。こちらは醤油ですか。おお、うん、すごいね、醤油も醤油で、うん、なんだ、表現が難しいね。まあ、すんげえうめえぞ。一番わかりやすい表現の仕方ですよね。はい、すんげえうめえです。これがうめえわ。どっちうめえべ。塩と醤油。どっちもどっちだな、俺からすれば。醤油は醤油で美味しいし、塩は塩で美味しいし、うん、これは勝負つけがたいっすね。いやー、ほんとね、これいい勝負っすよね。まあ、好み分かれると思いますけど、塩と醤油、私はねどちらもね美味しかったです。はい、すごくね、なんだろう、まあ、今まで結構つけ麺食べてるけど、うん、これはこれでまた新しい味ですね。全然なんていうの、しょっぱいとかってそういう感じもしないし、うん、うん、塩味が甘いって感じなんだ。うん、うまいね。これは美味しいですよ。まずさ、例えるのがもうめちゃめちゃ下手くそだけど、一回皆さん食べてみてください。うまい。強いて言うならトッピングメンマ3個ぐらいするな。ペロリ。うん、味玉よりもね、これやっぱつけ麺はね、メンマが合うわけですよ。メンマがうまい。やばいね。あなたが3杯では食ってる意味が分からない。余裕で食える2杯。ペロッと、ほんとね、ペロリとね食べましたね。つけ麺2杯、はい、つけ麺2杯、ペロリといきましたけど、こちら千のねつけ麺はなんとなんと、こちら普通盛りと大盛り、値段が一緒になってますんでね、たくさん食べたい方は大盛りを頼みましょう。魚介が配分がちょうどいいもんな。これ直接飲んでもそのしょっぱく感じねえもん。出汁が甘いっていうんですかね、うん、すごく秒で食いましたね。ペロリいただきました。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃうまかったっすね。なんかお店の人たちもね、みんな YouTube 見ててくれてるみたいでね、よかったです。やっぱりね、10時半くらいに来ればほらお盆過ぎだから空いてるかなと思ったっけね。やっぱり良かったですけどね、やっぱり昼近くなってきてどんどん混んできましたね。もう駐車場もう満タンですよ。やっぱさすがですね。あとはまあ駐車場ね、どんどん入ってくるんでね、私もそろそろ退散します。美味しそうだと思ったらば高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではヘバーナイスデイ。青森山田の試合見ます。ちょっと早くしないとね、車駐車場ないからね、